はい、以上のようにですね、教材を作成、今まで紹介した、教材作成ツールを使っていただくと、非常に簡単なツールで、簡単な手順で、皆様でも e-learning の教材を作成することができます。これでですね、e-learning のシステムを使ったんだけど、教材がなくて困ったと、そういった問題を解決できるんじゃないかと思います。さて、次にですね、コストがかかって仕方がないと、この問題についてご紹介したいと思います。よくですね、まあ、これも e-learning やっていただいたお客様からいろいろ聞くお話なんですけれども、システムを導入しようと思うんだけどかなりコストがかかるんだよねというお話ですね。まあ、例えば、そのコストを抑えるのにどんなふうなことが考えられるかというと、まずまあ導入の手間を抑えるという、まあ、初期費用を抑えなきゃいけないよねという部分と、それから教材の追加やユーザー更新が簡単に行えるものを選択すると。つまりですね、まあ、これはどういうことかというと、数百人規模、まあ少人数部門単位とかでですね、行う場合は ASP の活用を考えたらいかがでしょうかということです。ASP ってはどういうことかというとですね、つまりまあ社内にサーバーを置かずに、e-learning のサービスを購入すると、サービスのみを買うという形ですね。サーバーは、そのサービスを提供しているベンダーが管理をしてますので、自社でサーバーを管理する必要がありません。例えば、弊社の場合ですと、このスマートブレインというですね、この e-learning の仕組みを ASP のタイプでご提供しております。この場合ですと、1ユーザーあたり月額210円で、初期費設定費用無料と、で20ユーザーまで無料という形になっています。なので例えばですね、320人で利用する場合だと月額 210×300 なので630円ですか、63,000円、月額63,000円で使っていただけるという形になります。まあ、例えばですね、年1回3ヶ月しか開講しないような講座であれば、63,000×3 と、まあ、約18万円程度の予算でシステムが利用できるという部分形になります。なのでですね、ある程度の人数が限られている場合はこういった ASP を利用されるのも一つの手ではないかと思います。はい、最後にですね、まあ、e-learning の仕組み誰も使ってないくれないんだけどと、この問題について考えてみたいと思います。はい、3点目はですね、この e-learning の仕組みを使ったんだけども誰も使ってくれないという困ったについて考えてみたいと思います。これもよく聞く話でですね、実際 e-learning の仕組みを導入したんだけどもなかなか利用が進まないんだよねということですね。まあ、ここもですね、正直、楽に何とかする方法っていうのはないっていうのが、現実なんですけれども、その中でもですね、いくつかポイントがありますのでご紹介をしたいと思います。まず、まあ、当たり前のことなんですけれども、コンテンツを工夫をするという部分と、それから、導入初期に関しては手厚いサポートをしていく、それから導入したらとことん使っていくと、この辺がポイントになるんじゃないかと思います。まあ、実際どういうことかちょっと見てみたいと思います。まずですね、コンテンツを工夫をするという話なんですけれども、これは e-learning 有効活用のための方策ということでですね、過去 e-learning 白書に載っているアンケートを抜粋したものです。この中でどういうふうにしたら e-learning が有効に利用されるかということの回答でですね、やっぱり多かったのは業務に直結する学習分野を提供したり、こう学習者のニーズに合った教材を提供していくということが挙げられています。まあ、これ簡単に言うとですね、人間役に立つもんだと、自分の業務に役に立つものだっていうことが分かれば、どんどん利用していきますんで、勝手に利用していくと。じゃあね、やっぱりこういう部分をですね、提供していかないといけないんだということが、実際に使っている人からも声が上がっています。はい、それからですね、ポイントの2つ目、手厚いサポートが必要という形ですね。これ若干ですね、勘違いされている向きもあったりするので、まあ、言わずもがなのことかもしれないんですが、ちょっと補足ですね。この e-learning はテキストの進化系であって先生の代替ではないよということですね。e-learning という形でですね、非常に進化した教育の形ではあるんですけれども、これはですね、システムが全自動で教えるべきことを教えてくれるというものでは残念ながらないです。ここはですね、紙媒体のテキストが e-learning という形で進化したものであるというふうに捉えてください。通常の集合研修とかですね、対面式の授業であればテキストを使って先生がいろいろ教えてた、分からないことがあればこの受講者からの質問に答えたりですね、学習の進み具合が悪いようだったらいろいろとフォローをしてあげてたと、そういうことがあったかと思います。
イラーニングはですね、まだ残念ながらこの辺の先生によるフォローという部分は自動ではやってくれません。この部分の代替ということになってないので、どうしてもですね、Eラーニングで受講を始めたら、管理者、学習の提供者の側がですね、受講生の状況をチェックしたり、学習が進んでいるのかどうか、わからないことがあったらどうかっていう部分をですね、やっぱりちゃんとサポートをしてあげる必要がありますということですね。それからどうしてもパソコンで学習、Eラーニングって新しい形態なので、このパソコンの使い方がわからないとかですね、そういったヘルプデスク的なところがですね、さらに必要になってくる場合があります。すごく簡単なところだとログインの方法がわからないとか、ブラウザーにプラグインが必要な場合だとかですね、アクセス方法がわからないとか、いろいろそういうEラーニング独自のお問い合わせも入ってくるので、特に導入初期段階、まだEラーニング慣れてない段階は手厚いサポートが必要になってきますので、そのあたりですね、なるべく初期のうちはこういった運用体制を心がけてください。そういったこともあってですね、結局、無理やりっていうようなポイントですけども、導入したらとことん使っていくようにしてください。どうしてもですね、パソコンで学習をするっていうことは、ハードルが高いものだったりします。なのでですね、なかなか軽減される向きもあるんですけれども、もうイラーニングの仕組み導入したらですね、とにかくこの中でどんどんやっていくと、で活用していく中で先ほどの導入のサポートとかいろいろ出てくると思うので、その中で運用の課題を解決していって、イラーニングが広く使われるようにしてくださいと。そういうことでですね、特に初期のうちはいろいろと手間もかかってくるんですけれども、とにかくとことん使っていくんだと、もう我が社ではイラーニングを使って効率的にやっていくんだということで、どんどん使っていくと。最後ちょっと精神論っぽいですけれども、こういったところもポイントで考えられます。例えばですね、一つの例としては、このEラーニングの仕組みの中で、社内報みたいなですね、マガジンを配信していくと、そういったふうに使っているお客さんもありました。こういうふうに使うとですね、Eラーニングの中でシステムの中でどんどん最新情報が更新されていく、なんかアクセスするとこうEラーニングの仕組みに自分の知らなかった新しい情報が追加されているって形になるので、受講者もですね、必然的にEラーニングの仕組みちょいちょい覗くようになって、結果的にEラーニングの仕組みが利用が促進されたとか、そういう例もあります。それからですね、その他の例としてはですね、社内のイントラとか分かりやすいところにこのEラーニングの入り口を置いておくということですね。そうするとですね、イラーニングの仕組みどこにあるんだっけっていうのが、そういったサポートが減りますし、イラーニングここから行けるよっていうことをですね、アピールしていくことによって、そこから流れてくると、イラーニングの仕組みここから行けるんだということが分かることで、イラーニングの利用が進むという面もありますので、そういった形でですね、運用される側も側の方も、どんどん工夫をしてイラーニングをどんどん使っていってあげてくださいということです。この話をまとめると、とにかくコストを抑えるためには教材を自分たちで作っていきましょうと、そのための簡単なツールもありますので、ぜひ活用してくださいと。でその際は、スコム対応の教材を作ってください。それから、運用のコストを抑えるためには、ユーザーや教材の更新等ですね、手間をかからないシステムを選択をして、少人数の場合、数百人規模の場合であれば ASP での利用も検討をしてください。そうすると、ことで費用が安く済むことがありますと。からですね、コンテンツを考える場合には、業務に直結したコンテンツを作ってあげると。それから特に導入初期には手厚いサポートが必要なので、そういった運用体制を作ってあげてくださいと。で最後に、導入を決めたらとことん使っていきましょうということですね。こういった形で今日のまとめになります。では、皆さんここまでご清聴いただきましてどうもありがとうございました。今までですね、ご紹介したことに関してお問い合わせはですね、こちら基盤インターナショナルまで、ぜひよろしく、イラーニングに関してのお問い合わせがありましたら、この基盤インターナショナルまでよろしくお願いします。それから今日はですね、いろいろ時間の都合がありまして、PP2 フラッシュクイズクリエイター、この2製品しか紹介をしてなかったんですけども、その他にもですね、いろいろな教材作成ツールありますので、ご興味ありましたら、こちらの URL からアクセスをしてみてください。商品名をですね、Google で検索していただくだけでも、これらのサイト出てきますので、よろしければぜひ、ご検討いただければと思います。はい、それではどうもありがとうございました。